もう一度古事書をよく読んでみよう。ほんでっていう話なんだけど、もうちょっとさ分かりやすくしない？あ、間違った。もうやめようぜ。こういう語るい謎解きもやめようぜ。もう忘れちったよ。だからさ、たまり進化着上、
山箱蓋、神殿箱本。もうやだ、この謎解きもうやりたくねえ。やったな、お嬢ちゃん。やった、すごいことだよ。お前が社の謎をついた初めての使者だ。初めてだったんだ、そりゃそうだろうな。私の見た中ではな。ほら、早くソルーナと話してみろ。彼女の言うことをよく聞くんだ、お嬢ちゃん。やっとかよ。クリスタルが光ってる。ソルーナ？あの、聞こえる？あら、ソルーナ、かわいい。ようこそ、使者よ。ソルーナ、私、本当に女神と喋ってるの？ねえ、女神なんて呼ばなくていいのよ。わかった。緊張しないで。この聖堂を探すため、頑張りましたね。私と通じるため。では、使者よ。教えてください。あなたが、なぜここにいるか。違法がここへ連れてきてくれた。私はただヒントのかけらに従ってただけなの。ヌーラの違法を。それに今思うんだ。ネックレスをなくしてたらどうなってただろうって。それか、もしレックスに出会わなかったらって。指輪もカリームが持ってたなんて誰も思わなかったはず。私がここにいるのは、ただのすごい偶然なんだ。あなた、私みたいね。私が小さかった時、不可解なことに直面した。でも運命がそうさせたとは思わなかった。ちょっと待って、ソルーナって昔は普通の子だったの？私みたいに？何百年も前はね、ベアーラのエネルギーに気づいた最初の一人だった。女神と呼ばれるかどうかは私には選択権はなかった。じゃあ、あなたは本当は女神じゃないの？なんだ。あなたのこと気に入ったわ。とってもいい子。ありがとう。あなたは自分の住む世界を案じ、ここへ来た。大砂嵐が来るから。そう、大砂嵐が、ヌーラ人が警告してくれたの。嵐は繰り返す破壊の力。それは多くの文明を破滅に陥れた。ヌーラ人を含め、多くの人たちが頑張った。砂嵐を防ごうと。それは失敗に終わったけれど、ヌーラ人は嵐の根源を見つけたの。嵐の根源？それは嫌な真実よ。深く、腐敗した悪。ヌーラ人は将来の世代を案じた。権力者たちの強い欲が続く限り、
嵐はまた起こると。そして彼らは死者を導くことを思いついたの。巻物や違法にはできない。あなたたちには戦う力がある。砂嵐を引き起こす悪と戦う力が。戦う？私が？ヌーラ人は私の魂をここに保存した。あなたに戦わせるために。あなた、私に戦えっていうの？悪と？他にも戦ってくれようとした死者はいた。でも、あなたが本当に悪を止めてくれることを祈ってる。聞いて。よく聞いてナイリ。やっと進んだ。やっと。久しぶりに戻ってきたな、ここに。こいつ、随分と長い間このビジョンってやつを見ているみたいだが、こんなに長いのは初めてだ。でも待つしかないだろう。学者、もうこれ以上は待てないぞ。今すぐここを出る。こいつを担いででもな。そんなのダメだ。何が起こるか。はあ、戻ってきた。ナイリー、起きた。ナイリー、今回のビジョンはえらく長かったぞ。どうやって戻ってきたんだ。いつもと同じような感じだったけど、ソルーナと話し合ったすぐ後に。すっごい心配したんだぞ。指輪からクリスタルが溢れ出したのを覚えてるか？あれ、お前がビジョンに入った直後に割れたんだ。もうナイリ帰ってこないのかと思った。あ、私は大丈夫だよ、レックス。でも聞いて。それでビジョンで何を見たんだ、ナイリ。超詳しく教えてくれ。だから話そうとしてるんだってば、レックス。私、ソルーナに会って。あと、建築術はどんなだった？古代ヌーラ式の。ちょっと黙って。これは大切なの、レックス。そうだな。ごめん。よし、話してくれ。おかしく聞こえるかもしれないけど、ソルーナが私に話しかけたの。大砂嵐の源のことについて聞かされたの。レックス。これを止める方法があるかもしれない。ナイリが女神のソルーナと話しただと、頭でもおかしくなったのか。待て。何か聞こえる。誰かが近づいてる。エッサ。シロ。裏切り者。何も言わないで私を置いていった。私を捨てたんだ。エッサ、ここで何をしている？私がもう使えなくなったから捨てたの。エッサ、落ち着け。私、シロのこと信じてたの。エッサ、唯一の友達だったんだ。私を捨てる前にせめて、目を見てくれたっていいじゃない。私たち一緒にいる運命だと思ったの。なんでしろ。なんで置いていったの。まだ時間はあるのよ。まだ私、シロのことを助けられるのに、一緒にいられるのに。マヒアに、お前とはもう行動しないと約束したんだ。ヘッサ、お前はまだ完全に精神が落ち着いていない。私は大丈夫だよ、シロ。二人で偉大なことができるんだよ。ねえ、戻ってきて。お願い、手を取って。お願い。心が病んでるの。ヘッサには普通でいてほしいっていうシロの気持ちがあるんだろうけど、
ヘッサにはそれが分かってもらえないのかな。分かってもらえなかったみたい。あ、お父さんお母さん。ああ、まあわかった。じゃあシーランがついに行動を起こしたか。嫌な情報を持ってきてしまってすまないノエル。特にこんな場所で聞かなければいけないなんて。あなたが投獄されたことによってソル協議会は弱まってしまった。シーランは完全支配のために行動していたようだ。シーランが俺の家族に王室護衛を送ってくるなんて、あいつは自分の息子がいなくなってから大胆になった。あ、シロはやっぱ向こうの協議会の息子さんなのか。あー、ナイリのお兄ちゃんってわけではなかったのね。サミ、あいつを止めなきゃいけない。シーランが王の意見も支配してしまう前に、やれることは全てやった。シーランからソル協議会を守るために。だがもう今は何もできない。サミ、お前に任せるしかないんだ。俺の書斎の金庫の中から巻物を取ってきてくれ。前に話したことを覚えているな。ああ、わかった。シーランの力もルナ協議会までには及ばないだろう。心配しないでくれ。わかった。護衛隊は私のことを不審に思い始めたようだ。私はもうここへは頻繁に来れない。頑張ってくれノエル。あなたもサイラも絶対にここから出す、保証する。ま、待てサミ。何か娘についての情報は。ナイニがどこにいるのかはまだわからない。フレドリックもな。だが安心してくれ、捜査はまだ続いている。ナイリが見つかるのも時間の問題だろう。ああ、じゃあもう行くんだろ。次また会う日まで。お父さんなんだかんだ言ってナイリのことすごく心配してるわ。ノエル、どうしたの？ナイリには厳しくしすぎた。お前もそう思っただろう。あの子にはあなたのような頑固さがある。ナイリの将来を思って厳しくしてしまったんでしょ。この世界はあの子のような不注意なものには向いていない。それを分からせようとしたが、俺は護衛隊が家に来た時何をした？俺の家族を追ってきた時、ナイリは自分の父親よりもうまく自分の身を守れたのに。そして今は街を一人でさまよって、一人ぼっちで俺のことを恨んでいるだろうな。俺がいなくなってせいせいしているかもしれない。あら、そんなこと絶対にありませんよ。あなたがやっている仕事はたくさんの責任を背負わなきゃいけない。毎日毎日シリンが没落しないようにと死ぬほど頑張って働いているでしょ。自分の気持ちも無視して、そして今ついにその感情と向き合うことになってしまったけど、気を落とさないでください。ナイリとまた再会したら自分に正直になってください。あの子喜びますよ。もしナイリが潮流地区にいたら、あの子はもう捕まってる。はあ、そして貧困地区には危険があふれている。もしかしてナイリはもう生きていないかも。ナイリは生きています。
感じるの、ノエル。どこかできっと生きている。そして絶対に私たちのところに戻ってくる。今日や明日じゃないかもしれないけれど、でもいつかナイリは戻ってくる。いつか。ナイリ、生き返してあげたい。この愛と優しさにあふれた両親だ。おお、よかった、ギリギリ生きてるか。いやでも結構これは大怪我いったんじゃないか。シロ、嘘でしょ。ちょっと待って、終わり？あ、そう、そういうこと。まだ未完なのね、ナイリって。はぁ、ちょっと続き気になってるんですけど僕。ちょっとやめてほしいな。はぁ、なんかとりあえずナイリ、これで一旦終わりみたいですね。あいたたたたー。ちょっと待ってよ、俺こっからさらに話盛り上がるんだってワクワクしてたのに。でも超対策ですね、これは。なんかどん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 、なんかこう、実は隠されてたなんかこう秘密が解き明かされようとしている。大砂嵐ってもうひょっとすると何かしらの人為的なものなのかもしれないね。それをナイリが暴くことになるんだろうか。シロの安否は、そしてヘッサは、ナイリとレックスは、ナイリのお父さんお母さんは、わけで、ナイリ、ひとまず、終了となりますね。またナイリの、あの、もし続きが、発売されてプレイできるようになったら、あの、続きはプレイしていきたいと思います。はい、ちょっと意外だったわ。というわけで、また、次回別のゲームでお会いいたしましょう。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。バイビー。あー、かわいい。いつかみんなが平和になってこうやって一緒にね、お話できる日が来るんだろうか。ボブ大丈夫？お菓子って満足してね。実績ロック解除しました。またいつかナイリは戻ってくる。早くしてね。